皆さんこんにちは、ともやです。今汐留に来てます。なんで今日はその様子を少しだけというか Vlog として皆さんにお伝えしようかなと思います。来る途中で渋谷を通ったんです。渋谷スクランブルスクエアにあるトゥルベリーでドリンクをテイクアウトしてきました。トゥルベリーではオーガニックや無農薬、添加物にこだわった材料を使ったビーガンのスムージーやドリンク、パフェなどが食べれます。渋谷以外にも中目黒、表参道に10店舗があって、そこではスムージーボールなども楽しむことができます。渋谷スクランブルスクエア店のメニューはこんな感じです。マイボトルで大丈夫か聞いたら OK をもらえたんで、今回前買ったストージョに入れて飲んでます。今汐留にあるイタリア街っていうところに来てるんですけど、めちゃくちゃイタリア。今消防署にいるんですけど、消防署までイタリア仕様、めっちゃおしゃれ。やっぱ映えなスポットなだけあって、カメラ持って撮影してる人とかたくさんいますね。あとなんか横ではあのシャボン玉を使って遊んでるお子さん連れの夫婦がいて、休日を皆さん楽しんでるなっていう感じです。日本とは思えないような感じです。まあ、見てもらえば分かると思うんですけど、やっぱり普段とね違う気分を味わえるっていうのは、まあ、観光とかの醍醐味なんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、すごくリラックスできるし楽しいです。イタリア街結構満喫したんで、今2時半ぐらいなんですけど、ちょっと遅いんですけどランチというか、新橋、お隣新橋にあのチャヤマクロビっていうビーガンの対応のレストランがあるんで、そっちに行きたいと思います。
さっき茶屋幕呂帯で遅めのランチ食べ終わって、で今はカレッタ汐留っていうところの展望台、無料なんですけどそこに来てて、景色楽しみつつ、時間が今5時ぐらいなんで夜景も見れれば見よっかなっていうふうに思ってて、今待機というかゆっくりしてるんですけどさっきインスタ、さっきっていうか動画の最初の方でトゥルーベリーで昆布茶ストレートっていうのを買って飲んだっていうのをインスタのストーリーにもこう上げたんですよ。昆布茶ストレート美味しいみたいな。でそしたらフォロワーさんでメッセージくれた人がいて、私実は昆布茶っていうのは昆布茶、漢字の昆布茶だと思ってたんですよみたいなっていうメッセージが来て、もうまさにその時自分も昆布茶って漢字の昆布茶だと思って飲んでたんですよ。で美味しいって言ったのも昆布茶の味がしてんなって思って飲んでたんですよ。でネットで調べてみたら、なんか全然昆布茶は昆布茶、横文字の昆布茶らしくて、漢字の昆布茶全く関係ないっていう、もうちょっとびっくりしすぎて、インスタントストーリーにはなんか昆布茶の炭酸バージョンですみたいな、普通にもう完全にそう思って飲んでたし、ちょっと舌がやばいなっていう、めっちゃびっくりしたし、なんかちょっと自分の舌をもう信頼できなくなりましたね。逆にみんな知ってんのかな、昆布茶が昆布茶じゃなかったってマジかよ。まあ、また一つ勉強になりましたね。観光して今から帰るんですけど、いかがでしたでしょうか。自粛明けで久しぶりに外に出て、まあ、いろんな景色とかも見れたんですごく満足してます。また今後もこういう動画撮っていこうって思うんで、もしよかったら楽しみにしててください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。